週間の天気をお伝えします。来週前半にかけては曇りや雨のところが全国的に多くなる見通しです。14日日曜日は東日本や北日本にまで雨のエリアが拡大していきます。雨の降り方強まりにはお気をつけください。西日本ではだんだんと天気回復に向かいますが、週明け月曜日も東日本や北日本を中心に雨が降る予想です。その後高気圧に覆われ、週中頃は晴れるところが多くなりそうです。そして17日水曜日頃、そして翌木曜日頃をピークに暖かく湿った空気が流れ込みやすくなるため気温が上がります。東日本を中心に予想最高気温が30度以上の真夏日となるところも多くなりそうです。熱中症には十分ご注意ください。その後また週後半にかけては天気が再び崩れる予想です。この週後半のタイミングでは沖縄では梅雨入りの発表があるかもしれません。週中頃までの日差しを有効にご活用ください。この先の最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけます。